はいどうも、プレイルームのパートです。どうです。どうもどうも、この番組、プレイルームのそのままでいいと思います。はい。なんと、はい。お便りを募集してるんですよ。なんか、そうね。いつも言ってる気するけど。そうね。そう、お便りをね、常々募集してるんですよ。はい。で、実はね、概要欄の方とかにも、書いていて、うん。書いてます。うん。メールテーマ、プレイルームに聞きたいこと。はい。はい。というふうにね、いつもメールって書かせていただいております。はい、あ、じゃあ、今回はとうとう、お便り会ですか。だといいなという、あの、どういうこと？どういうこと？ね、このね、はい、タイトル、サムネイル、見ていただいたら分かる通りですね、あの、強く主張しているということは、はあ、まあ、来てない。あ、なるほど。ああ、寂しいですね。だから改めて、うん、こう周知しようと。もう、この、今回丸々使って、もう、アピールして、あ、くださいと。そう。お便りくださいっていう回にします。ね、すごい。まあね、いや、私たちにね、こう、至らないところがあるのは、まあ、はい、ありますよ、はい。ありますけれども、はい、まあ、お便り欲しいんです。なるほどな。無理やりに送ってくれ、こじき会です。そうそうそう。そういうお便り会。なるほど。プレイルームラジオ @gmail.com っていう、京都からやってた、そのラジオ番組時代からのね、うん、宛先も引き継ぎつつ、はい、そうですね。やっております。うん。で、まあ、いつも通りそのね、件名に、そのメールテーマ、うん、プレイルームに聞きたいことって書いてもらって、うん、まあ、ラジオネーム、年齢差し支えなければね、出身地等々書いて送っていただけると大変ありがたいなと。なるほど、うん。いう内容で書かせていただいてます。はい。まあまあ、じゃあ今日はその送り方とか、その宛先やら、はい、何を書いたらいいのかとかっていうのを、うん、ゆっくり説明していく日なんですね。そう。で、要所要所でお便りを送ってくださいっていうのをただ言っていく。言っていくっていう回になります。なるほど。まあ、ただ、その我々としても、その今回設定してるメールテーマだけじゃなくて、うん、今後まあこういうメールテーマをやっていきたいのありますよっていうのとかもちょっと、はい、紹介したりしようかなと思っております。なるほど。はい。まあ、ラジオやってるから、やっぱりその、リスナーさんと、まあね、キャッチボールしたいわけですよ。なるほど、必要ですわ、うん。こっちもやっぱりテンション上がりましてね。間違いない。それは間違いないね。うん、動画の方で、プレゼント企画を行った時に、うん、今年の頭ね。そう、うん、たくさんいただいて、確かにね。やっぱりすごい、いやいや、物が送れないとこっちは送れないよ。そんな。まあ、だったら物を用意しますかってなりますね。なるほど。そうなん。うん、いや、しますよ、もう。そうなんや。お便りのためなら。すごいね。何かこう、差し上げられるものを用意してですね。1万円ぐらい。生々しいな。1月の企画はちゃんとお土産やったら、いきなりこう。金で買う。ひどい。そう、なんかもう、フォロワーお金で買うみたいな。そうなんまあまあ、それは冗談と。うん、として、まあ、何かこう、差し上げられるものとかね、うん、よくラジオやるじゃないですか。そのお便り紹介したら、紹介された方には、こちらをお送りします、みたいな。はいはい、うん。ステッカーとかね。そうそうそう、 そう、 そう、ね。バッジとかステッカーとか。ありますね。ちょっとお送りできるようになればな、と思っております。すごい。うん、なんかグッズを作っていくんだね。そう。まず最初はそんな行々しいもの作れないので、細々としたもの。なるほど。うん、ちょっと、いけたらいいなと。まあ、それも、これも、そのコーナーとかが定着してからの話ですよ。まあ、間違いない。うん、そうですね。その辺はね。確かに。なので、まずそのきっかけとなる。物が来ないとなると、確かに。そう。広げようもない。成立しないので。なるほど。うん。まずお便りくださいってのも、大々的にこれ言っちゃおうってね。という話でございます。とうとう恥を投げ捨て恥。いや、もうね、お便りのためなら、しますよ。プレイルームラジオ、@gmail.com、ちゃんと言いますよ。PLAYROMRADIO ですよ。ね、これ長いのが原因かもしれないね。たくさん打たなきゃいけないから。もうサムネイルには宛先も全部書いとこう。うん、もうお願いします。そうします。@gmail.com は、まあ皆さん、ね、ご存知の、部分やと思いますけど。うん、そう、プレイルームラジオというところですね。ここはもうめんどくさがらずちょっと打っていただきたい。なるほど。もしくはもうコピペでいいようにいつもこのね、概要欄に貼ってるので、はい、うん、そこから飛んでいただければと思います。はい、いや、まあ我々に聞きたいこととか、やっぱテーマが漠然としてるのもちょっと。まあないんじゃない？うん。うん、ないのはまあ寂しいけど、まあそれだけ分かっていただいてるってことでありがたいっていう意味でもあり。全部プラスに捉える。すごい。いや、もうプラス思考でいきますよ、うん。じゃあもうテーマも変えちゃうかってね。まあだから2つ設定してもいいわけですよ。まあ間違いないね、それは。別に。こっちでもいいし、こっちでもいいし。そうね。同時に3つ4つ募集するなんてよくある話で。そりゃそうだ。うん。なので、おいおいちょっとね、こう募集して、したりしようかなと思っているコーナーなんかは、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、はい。
で、京都で我々ラジオやってた、時代のコーナー、いとこのコーナー、そうですね、一回ね、このラジオでも一回やってるんですよ。はい、ポテチかなんか紹介したかな。そうだね、確かに結構最初の頃ね、糸の本日の一杯というコーナーがございましてですね、はい、そう、糸くんが美味しいお店や料理一品、これやと思ったやつを紹介するというコーナーです、まずかったやつも紹介してたけどね。そう、だからね、美味しいやつに実は限らず、まあまあ、気になった、まあ、目についた一品を紹介するというコーナーですね、はい、はい。で、そういうのは割と紹介しやすい、それをだからみんなの一品ということで、皆さんが気になったもの、もう特に私はこれが一押しですとか、これだけはちょっと危険なんで食べないでくださいとか、そういう皆さんの一品を紹介するコーナー。なるほど。で、それを俺が食べるってことね。イエス。食べないでくださいって言われてんのに。それ完全にフリですから、ね。まずいやつでもこう食べようってですね。そうそうそう。YouTube やってる人に、それダメですよはね、やってくださいのこう裏返しかなと。あ、そうなんや。ある種、なるほど。思ってます。なるほど。本当にダメなものはダメですよ。本当に危険なもの。はいはいはい。犯罪行為はダメですけど、まあ、常識のある範囲で、はい、いいと思います。とか、まあ、ただ私がひたすら、皆様のお話を聞くっていうコーナーね。はい。うん。まあ、コーナー名はちょっとわかんないですけど、はい、とにかく私が皆さんから寄せられた、なんだろう、私自身がそもそもこう真面目そうとか、いいやつそうとか、なんかよく言っていただけるんで、まあ、そうならそうで、話もちゃんと聞いてくれそう、みたいなところから、リスナーさんからそのお悩みとか、懺悔でもいいですよ。ああ、なるほど、まあ。こんなこと頑張りました、みたいなので、はい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 、私がそれを、まあ、ただ単に親身に聞くだけ。なるほど。アドバイスとかもらえるわけね。ああ、そう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 。なんか気の利いたことを言えたら言うけど、まあ、基本的に聞くだけ。あああ、そうだね、よく頑張ったね。ああ、なるほど、なるほど。肯定して。そう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 。肯定感だけを皆さんに上げておいて、ああ、なるほど。ることができる。なんでもいいのね。まあ、恋愛相談とか。全然いいです。ああ、なるほど。もう、どしどしいただければ。なるほど。もう、全然言います。はい。はい。とか、まあ、皆さんの日常で、日々で発見した面白い、目についた看板とか、はいはいはい、ああいうなんかもう何やねんこれってすごい突っ込みたくなるような画像とか、はいはいはい、まあ、出先旅先とかで見かけた、まあ、ほんまに夏心を打たれた景色とか、あ、もう本当に完全にただの旅行先のこう綺麗な一枚とか、そうそう、で、はいはいはい、みんなにとっては何気ないんだけど、私にとってはものすごいこういう事情があってすごいすごいものに見えるんですみたいな、そういうのってすごい、まあ、皆さんに話聞いてもらいたいし、ね、共感も得られやすいと思うので、ぜひぜひ紹介したいなと。まあまあまあ、差し支えなければ、この送ってもらった画像をここでも、シェアできればね、はい、出せるかと思います。そうそう、まあ、そういうコーナーをね、考えているわけですよ。なるほどね。で、全てそのプレイルームラジオ、@gmail.com に送っていただければ、はい、ね、余すことなく今なら紹介しますので、そうですね、はい、あとはもうファンレターとかそう系のやつでも全然、あ、全然全然、ね、動画ね、ダメ出しでもいい、ダメ出しでもいいですよ、まあまあ、この際そう、もう話のネタであれば何でもいいみたいなんですけど、すごい、ありがたい感想から厳しいご意見まで、はい、いただければね、我々は喜びます。とにかく何かこうメールが来るっていうところに喜びを感じる状態にはなってるのでどんどん掘り込んでいただけたらなと思っております。なので、まあ、お便り募集のコーナー、今なら絶対読みますというね、もう言い切れちゃうような感じですね確かに。なので、ちょっと本当に皆さんお願いしますひどい。改めまして、なるほど、うん、本当にね、まあ、我々二人で喋ってるのも楽しいんですけど、まあね、その聞いてる人とかね、わざわざね聞いていただいてる方のね、うん、反応というかとか、なんかそのリスナーさんと一緒に作っていけるのが一番なんか楽しいところかなと思うので、うん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 、まあそういう風になんかやっていけるとより楽しくなるよね。ですね。なかなか動画よりももっとこう近い距離で
やり取りできるのが、まあそうね、このラジオかなと思っているので。動画はね、ある種一方通行だからね。そう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 。うん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 、ここではそのレスポンスを返せるっていうのが一番大きなところなんですよね。確かに。動画で返そうとすると結構な、あの、ね。まあ、難しい。そう、うん。大変難しい部分があるので、うんうん、本当にここをちょっとそういう、なんか、リスナーさんとのコミュニケーションの場の一つ、うんうん、としていきたい面もあるので。まあいいじゃないですか。本当に。まあぜひぜひ、メッセージ。よろしくお願いします。まあそうね。まあまあ、なんかこう、単発 で終わっちゃわないようにもね、しないといけないので。そうそうそう。だから、定期的に続けていけるコーナー。そうね。うん、にして、さっき最初に言ってた、こう、グッズ的なものを、なるほど。お送りできるようになっていければ一番ベストだと。なるほど、思っております。良いですね。良いです。我々も夢が広がるし、お客さんちゃんは、リスナーさんも楽しみが広がるので、はい。すごくいいのじゃないかなと思います。はい。はい。ということで、宣伝十分ですかね。多分大丈夫だと思われます。はい。では、改めまして最後に、はい。ね、メールテーマ、はい。プレイルームに聞きたいこと、はい。ね、メッセージなどなど、何でも構いませんので、こちらの宛先までお願いいたします。はい。宛先は、プレイルームラジオ、@gmail.com。プレイルームラジオ、@gmail.com。概要欄に宛先記載しておりますので、そちらにご応募よろしくお願いいたします。はい。お願いします。お願いします。ください。はい。我々からのお願い会に乗ってしまいましたけれども、はい。はい。何か送っていただけたら、マジで、必ず読みますので。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい、お相手は、プレイルームのパオと、伊藤でした。また、お会いしましょう。ください。バイバーイ。ください。ください。